クリアワイヤーはかつて存在したアメリカ合衆国のブロードバンドサービス事業者。モバイルワイマックスによる移動体通信とワイマックスによる固定接続のサービスを提供していた。2013年7月にソフトバンクがスプリントを買収するのとともにクリアワイヤーはスプリントの100%個会社となった。現在のクリアワイヤーは2008年12月に スプリントネクステルのワイマックス部門であるゾーム、ビジネスユニットとクリアワイヤーが合併してできた。筆頭株主はスプリントネクステルで54%の株式保有。スプリントからは CEO のダンヘッセを含め数名が取締役または役員で参加。新クリアワイヤーのブランドはクリアーとなり、経営陣は旧クリアワイヤーからクレーグ・マッコーとベンジャミン・ウォルフが それぞれ横滑りで会長と CEO に就任した。2011年には伸び悩む IMAX から TDLTE へ方針転換し、2013年中に全国規模 TDLTE ネットワークを構築することを表明していた。現在のクリアワイヤのルーツは、1998年にシエラテクノロジーズが無線ネットワーク開発の社内部門をクリアワイヤとして スピンオフさせたことに始まる。当時も今も、ブロードバンド接続のための一般的な方法は、ケーブル TV のケーブルインターネットか、電話線を使った ADSL であったが、国土が広大なアメリカでは、どちらも利用できない地域が多数存在した。クリアワイヤの設立目的は、無線によって、優先ブロードバンド接続相当もしくは、少なくとも、 ダイヤルアップ接続よりはるかに高速な接続をサービスとして提供することであった。ありがとうございます。